破産次郎の練り金術、え、錬金術、はい、わかります？これいつもと逆取り。これ冷凍庫ね、これ立派な冷蔵庫のような冷凍庫。はい、今宅急便来よってね。何？超愛想悪い宅急便。ダンダンダン言うて、ほんま、どんどんどん、私苦手やねんちゅうねん、ほんまに。ほんまになんか、開けたら誰か、ぐっさやられそうな気して、ほんま怖い。ほんまに。はい。これちなみに、布団ね。布団ですよ、これ。布団。はい。何来たんかな、思って、せいせいや、そんなん言うとった、思ってね。はい。開封式。オープン。オープンザドア。オープンザボックス。これをね、なんでこんなんが来たかはね、またなんかでお話しさせてもらいますわ。はい。松屋の味。どんだけ松屋好きやね。遊びながら食べられる松屋の味、快活クラブ。快活クラブって、快活クラブ。そうなんや。要は快活クラブで松屋のが冷凍のが食べれるいうことか。いや、知らんけど。はい、行きますぜ。松屋、牛飯バーガー。まだある。あ、まだある。牛飯バーガー4つ。牛飯バーガー4つ。え？で、牛飯が1、2、3、4、5。牛飯ばっかりや。牛飯ばっかりや。松屋牛飯。はい、何個？ 1,2,3,4,8 個！ 8 個！で、松屋オリジナルカレー。これ、なんでこれ全然ちゃうやん、これ。注文してんと違うんちゃう、これ。なんか、これなんでこんないっぱい入ってんの？松屋オリジナルカレー1、2、3、4、毎日松屋三昧やー。まだおまんねん。松屋の豚飯1、2、豚飯。はい、いいよ。まあ、いろいろ脇やってね、破産次郎の練り金術、錬金術ですわ。はい、またそれ機会やったらね、お話しさせてもらいますわ。はい、ということで、お後がよろしいよう。失礼します。しかしあいつほんま怖かったわ、ほんまに。おとろしい。これ冷凍庫ね。これ冷凍庫ですよ。だからいっぱいこんなん入れれまんねん。大きい。ちなみにこの後ろがテレビやからね。はい、バイなら。チャンネル登録してね。チャンネル登録お願いします。